桃井くん、あなた入り口でみやびというチャットのメンバーに間違われたわよね。うん。彼らは他のチャットメンバーの外見、特徴を全く知らなかったってことよ。つまりチャットで会話した内容さえ知っていれば、誰でもメンバーの一員であるふりができた。そういうことになるわ。ナオトさんの言う仮説が正しければ、チャットの内容を知った外部の人間が秋田という少年を殺害し、その後犯人は彼になりすましてメンバーと合流し、そしてシルバーを殺した。分かった、やっぱりみやびたちは爆弾犯行グループなのよ。それを知った犯人はグループのメンバーになりすまして彼らを一人ずつ殺していくことを思いついたんだわ。なかなかいい推理だわ。だけど動機がわからないわね。1ヶ月前に爆破された公園に何か思い入れがあったとか、そんなの犯人に聞いてみないとわからないけど、何かあるのよ。そうね。そして秋田という少年が持っていた M のストラップ、もし秋田という少年が本当の雅だったとしたら、こっちとこっちが別人だって言われても、こんな派手な仮面つけてたらわかんないよな。そうだ、きっとそうだったんだよ。な、何？どうしたの？やっとわかったんだよ、シルバーが手に持っていたカードの意味が。本当？あれはザップのことを言ってるわけでも、立花さんのことを言ってるわけでもなかったんだよ。シルバーはメンバーの中にメンバーの仮面をかぶった部外者が入っているってことを言いたかったんだよ。そっか、なるほど。あ、私もそうじゃないかと思っていたのよ。うん、だとするとシルバーはなぜミヤビが偽物だということに気づいたのかしら。他のメンバーは全然気がついてなかったみたいじゃない？あ、そういえば、今度は何？シルバーは死ぬ前に僕のところに来て、みんなが撮った画像を見せてほしいって言ってたんだ。これがみやびの撮った写真。どこも変なとこはないような気がするけど。これがシルバーの撮った写真。シルバー本人が撮った写真を見て意味があるの？そしてこれがカイさんの撮った写真。他のメンバーがいいって言ってたやつね。で、これがザップの写真。最低ね。そしてこれがヤマトさんの撮った写真。これで全部だ。どうしてそうまでして紛れ込む必要があったんだろう。やっぱり何かの復讐かもしれないわね。もしくはただの遊びか。ハッキングするような人ならその可能性もあるわ。でも
もし爆弾犯行グループを恨んでの犯行だとすると、残りの3人が危ないわ。あれ、ヤマトさんだけ？他のみんなは？どうしたの？そんなに慌てて。ヤマトさん、正直に話してほしいことがあるんだ。なんなのよ、一体。1ヶ月前に起きた公園の爆破事件を起こしたのは君たちなんだよね。落ち着いて聞いてほしい。さっき園内でまた一人僕らと同年代の少年が遺体で発見されたんだ。遺体の少年は君たちと同じ携帯ストラップを持っていたんだ。そしてそばに落ちていたリュックには彼の遺書が入っていた。公園の事件、君たちがやったんだね。ヤマトさん、シルバーが死んだ時からいつかバレるんじゃないかと思ってた。本当にあなたたちがやったの？5人ちゃんと集まっているのよ。あなたたちの中にハッカーが紛れ込んでいたのよ。ハッカーが？さっき見つかった遺体の少年が持っていた携帯ストラップのアルファベットは M。 M？ じゃあもしかしてあのミヤビは？彼だけ遅れて合流したことを考えても偽物の可能性が高いわね。そんな、なんでそんなことを？遊びなのかもしれない。それはあなたたちも同じことじゃないかしら。あなたたちも軽い気持ちで公園に爆弾を仕掛けたんじゃないの？面白そうだからとか楽しそうだからってだけの理由で。とにかくあなたも狙われている可能性があるわ。ミヤビはどこ？警察の人に園内から出なければここにいなくても構わないって言われて、ミヤビはどっかに行っちゃったわ。ザップとカイも探しましょう。もう一体どこに行ったのよ。手分けして探そう。一緒に同じところを探してても埒が明かないよ。
ね。私もちょうどそう思ってたところだったのよ。ちょっと待って、やっぱり単独行動は避けた方がいいわ。ナオトさんも言っていたでしょ。でも今は一刻を争うのよ。そんなこと言ってられないわ。次の事件が起きてからじゃもう遅いの。でも犯人は私たちがこの事件を調べてることをすでに知っているはずよ。つまり私たちは犯人にとってただの邪魔者でしかないってことよ。とすると次に狙われるのは僕たちの中の誰かかもしれないってこと？どこからか私たちを監視しながら単独行動になるのを待ってる可能性もあるわ。じゃあどうするのよ。あ、メールだ。そうだ、めぐるくん、メンバー全員のメアドを知ってるじゃない。これで本当に来てくれるかしら。わからない。これでダメならあとは警察の人に頼むしかないよ。ザップ！なんやねん、重要な話っちゅうのは。よかった、メール届いたんだね。それは、そんなアホな。もしかして僕も殺されるん？ただ計画を練っただけで僕は何もしてへんのに。公園の爆破を実行したのはみやびとカイやんか。その1ヶ月前の事件について詳しく聞かせてもらえるかしら。一つだけ言うとくけど、僕らはもともとあんな事件を起こすために集まったわけやないで。ただカイが自分は爆弾を作る能力があるって言い出しよって、それを聞いたみやびが、じゃあ自分がどこかに仕掛けるって。ちょっと待って、その時カイとみやびは直接顔を合わせたの？あの公園の近くに駅があんねん。カイはそのロッカーの中に爆弾を入れて鍵を打ち合わせの場所に隠したんや。それをみやびが拾ってロッカーから爆弾を取り出して、どこに仕掛けたかは爆発してからのお楽しみっちゅうて教えてもらえんかったけどな。僕たちが爆弾を仕掛けたことは認めるわ。せやけどなんでそんなことで殺されなあかんねん。ただちょっと公園が燃えただけやんか。何言ってるの。そりゃあシルバーとあの秋田という少年を殺したことは許されることではないわ。だけどあなたたちがしたことだって立派な犯罪よ。人が死ななきゃ何でもやっていいと思ってるの。ザップ、ミヤビがまだ見つかってないんだ。もし今回の事件が君たち犯行グループを狙ったものだとすると君も危ない。事務所にはヤマトさんもいるし、警察のそばにいた方が。大丈夫かな、僕が送っていった方が。平気よ、いくらなんでも人気の多い場所で突然襲ったりはしないはずよ。ねえ、何分経った？
ないね、みやびとカイさん。まさか。どうしたのよ、めぐるくん。そんな真剣な顔して。もしかして、カイさんはメールを打てない状況にあるんじゃないかな。ちょっと待ってよ。それってカイさんがみやびに？立花さん、もう僕たちでは無理だよ。あとはもう警察に。私行ってくる。こんなところでじっとしてる間にもカイさんが危ない目に遭ってるかもしれないじゃない。え、立花さん、無茶はダメだって。待って、桃井くん。なんだよ、忍。早く行かないと立花さんを見失っちゃうよ。それは分かってる。でも、ごめん、忍。やっぱり探してくる。みやびには忍から話をしておいてよ。どこに行ったんだ？どうしよう。ここで諦めるわけにはいかない。どこに行ったんだ。カイさん、めぐるくん。すみません、今メールに気がついたもので。ちょうどよかった。実は新たな死体が発見されたんです。え、そんな。カイさんも狙われてるかもしれない。早く警察に助けを求めた方がいいよ。わかりました。そうします。そういえばカイさん、立花さんを見なかった？いえ、知りません。探してるんだけど、どこにもいなくって。観覧車に乗ってみたらどうです？上から見ればもしかしたら発見できるかも。ありがとう。カイさんも気をつけて。
空いてる。何が起きたんだ。桃井くん、桃井くん、毎度おなじみ、ミヤコのワトソンくん適性診断よ。さーて、今回は一体どんな結果になるのかしら。それじゃあ、早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。先行き不安な評価だわ。あまり期待できそうにないけど、次の判断力評価に行ってみましょうか。評価するのもバカらしくなってきたわ。もうまるで期待できそうにないけど、一応最終評価の適性も見ておきましょうか。このままじゃダメね。もしかすると助手見習いに降格される日も近いんじゃない。ほんと最低の評価成績ね。ここまで来ると表彰ものだわ。それはそうと、あなた肝心なところで重大な転機を見逃してしまっていたわ。次からは注意した方がいいわよ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね。バイバイ。